皆さんこんにちは。ウィーク2セルフラブの今日はデイ3となります。はい、今日はですね、目の前の現実を丸ごと抱きしめるというね、お話をしていきたいと思います。もし今、嫌な現実とか、嫌な自分とかがね、もしいたりしたら、まず 100% 抱きしめましょうという、とてもこれ大切なことになります。抱きしめた上で全部ね、許可を出した上で、まあ、昨日もね、一昨日も許可してきましたけども、許可した上でこれからどうなっていきたいかっていう風にね、未来に向かって進んでいく、まあ、未来はこうウィーク4の話にもなるんですけども、その上でどうしていきたいかっていうことがとても重要なポイントになります。というのも、未来に向かうときに、否定スタートとこう肯定スタートではね、全くエネルギーが違うんですね。あの、否定スタートだと、例えばこんな自分がいる、こんな嫌な自分がいる、だからこうしたい、でこんな嫌な状況だからこうしたいっていうのがちょっと否定スタートな感じ。なんかあの、そのエネルギーで進めていくと必ず限界が来ます。なぜなら抵抗のエネルギーを発しながらなんとか進もうとしているからですね。なので、こういわばアクセルを踏みながら、こうブレーキも同時にっていう感じで、あの、踏んでいるようなものなんですよね。なので、エネルギーは全開に、どうせ未来に進みたい、自分の行きたい未来に進みたいなら、やっぱりね、あのブレーキはね、ちょっとかけないで全開に行きたいわけですよね。となると、これは肯定スタートということが大事になっていきます。こんな自分もあるんだけど、こんな自分も OK、許可をして、その上で私はこうなっていきたい。ちょっと別に否定スタートとそこまで変わんなく一瞬感じるんですけども、エネルギーがなんせめちゃくちゃ違います。ヨガではとにかくエネルギーを大切にしているので、理想の未来へ、そこに向かう最速最短の道というのは必ず肯定スタートというふうになります。ヨガスートラ4章3節ですね、未来を決めるのは今というふうに、書かれています。この今、たった今、肯定スタートで、未来を作っていきましょう。どんな今現実が起きていたとしても、丸ごとそれを受け入れて、肯定スタートで、ではこうしていきたいというふうにね、未来を作っていきたいな、いければなと思っております。ではあぐらになっていただいて、姿勢を簡単に整えていきます。背骨を下から一つずつ積み上げていって、鎖骨の両側に肩が来るように、背骨をスーッと一本天井の方に通して、頭もう一つ高く天井に近づけるイメージで、手のひらは上向き下向きどちらでも構いません。ご自身が楽なように、ご自身のペースで3回深呼吸を行っていきます。胸から大きく吸って、吐き出して、少しずつ音が鳴っていきます。五感を収めていきます。今聞こえてくる音、目を閉じていても目に入ってくる光の感覚、部屋の匂い、口の中の味、クッションやマットに触れている皮膚の感覚、
今目の前で起きている現実、そして今の自分。今の自分に 100% 許可を出していきます。ネガティブになってはいけないというのは、まだ許可が下りていないところがあります。ネガティブさえ OK、 もうオール OK 出していきます。その時点でネガティブはもはやネガティブではなくなります。現実に、そして自分に抵抗するのをやめると、奇跡が簡単に起き始めると言われています。ではゆっくりとまぶたを開けて、両手を頭の上に、深呼吸を行っていきます。両手を上の方に引っ張りながら息吸って吸って吸って、吐き出して、はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。セルフラブ前半戦終わりました。明日からいよいよ後半戦になります。ではまた明日お会いしましょう。